はい、こんにちは。和歌山県ふるさと定住センターの増山です。今回お送りする仮想現地案内の場所は、避難に位置する田辺市。前回第1話に続き第2話ですね、こちら、避難病院という場所から友人という地域までのご案内になります。それではご覧ください。はいはい、出発しましたが、はい、今回田辺の市街地から竜神っていうことの第2話ですね、これね、うんうん、スタートしますが、これバイパスやね、ね、バイパスに出て今こうずっとね、あの地図見てると分かるんですけど、ぐぐっと南の方に向かって走ってますね。これ今白浜の方、そうやね、白浜方面、ね、上富田町とか降りていってるって、降りていってるもんね、ほんま降りていってる感じだね、うん、この道があるとね、すごい移動が速くて、うん、そう、あの高速、ま、みたいなもんですからね、バイパス使っちゃうとね、ま、スピード制限全然違うけど、うん、走りやすい、ね、走りやすいですね、降り口も要所要所あるしね、じゃあね、そう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 、うん、ね、やっぱ交通量多いからこれがないと大変なんでしょうけど、そうやね、これのおかげで随分スムーズに、うん、でもこうやって見たらもう田辺市はほんまに街やね、街だね、ほんまに車の量も多いですもんね、うん、全然ちゃうもんね、高架下が交差点になってるみたいなね、うん、久しぶりに見たような気するね。和歌山県でも田辺と、まあ和歌山市ぐらいかね、ああいう形、まあまああるじゃ、そうかな、ってるのがね、うん、もうここら辺の雰囲気でももうすごいこう住宅街って感じやもんね。でもこの中にね、あの国立の南和歌山医療センターっていうね、うん、また大きい病院もね、これかな、これかな、うんうん、そうそう、もう避難病院か今の南和歌山医療センターか、うん、二大病院ですな。あ、着いた。はい、移動してきました。とても楽しげな建物の中に我々立っておりますが、広い公園、こちらは、はいはい、ここは新城総合公園と言います。田辺の新城町というところで、あの田辺の中でも市街地の、まあ、白浜町寄りのところにあります。で、まあ、芝生広場が結構あったりとか、こういった子供が遊べる遊具があったりとか、と野外音楽堂があります、うんうん、それからあのこれもかなり広いんですけども、正面向こうに見えているのがあの市立の美術館になってます。では全体の広さが東京ドームで言いますと5つ分ぐらい、でかっというふうな広さがで、ちょっと今日はね真夏で暑いんで子供さんいてないんですけども、季節のいいね週末でしたら子供さん連れで大変にぎわうところです。また増えない人数ね、そうですね、来ますもんね、あの夏場でしたらちょっとした噴水みたいなのも、はいはい、水遊びできるところもありますんで、大変まあにぎわうようなところです。楽しいんですよここ、よく子供を連れてこよう来ようと思ってなかなか来れない、ぜひ、はいはい、来てください。あのなのでお子さんがいる移住者さんとかはね、はい、やっぱり田辺この界隈はこういうのが近くにあるっていうのはかなりの強みかなと、あの、ね、密にもならず地方にわざわざ行く必要もなく楽しめる、はい、こんな場所もございます、はいはい、では僕は滑り台で滑って帰りたいと思います、はい、では
はい、新庄総合公園でございました。はい、お送りいたしました。お送りしました。改めて言うね。ね、まあ、ケイタさんとあの撮影に行きましたけども、うん、あそこは広いですね。広いですね。まだまだ入りきらないぐらい、ね、映像の中に、はい、あのカメラ自体はね、あの滑り台の上でわちゃわちゃやってるところから見える範囲でしかないんですけどね、うん、あれもう本当にごく一部ですから。まだ美術館があったり、そうそうそう、うん、本当に広い、本当に広いで、歩くと結構大変だぞこれやっていうぐらいの距離感。はい、まあそんなにおっちゃんらが歩いてる映像いらんやろっていう話やから ね、まあ、すごくね景色もいいしね、あの撮影の時もね、あの、まあ、ご覧の通りすごくいい天気だったもんで、うん、あの新郎新婦さんなのかな、うん、あの前撮りというかね、はい、撮影されてました。綺麗な格好をされてましたよ。幸せそうな、うん、カメラマンさんもついてきて、うん、パシャパシャ撮ってるのを横目におじさん3人が、うん、わちゃわちゃと滑り台で、滑り台にはしゃ行ってはしゃいで、多分普通に迷惑やったから。でね、あの滑り台がとても長い楽しいあのローラーコースターにはなってるんですけど、うんうん、あれまあ結構ね熱を持つんですね。そうやろね、摩擦熱ですね。降りた頃にはもうお尻がやけどしてんじゃないかっていうぐらい熱くて、うん、かといって逃げ場もないし。ちょっとねこうあの何ですか、空気椅子じゃないですけど、うん、お尻を上げてやってみたいっていう、こうでもおじさんはみんなあれよ、そういう忍耐には強いから、ね、そう強いです。普段から変えることに慣れてるから、ね、そうです。相手は鉄の塊ですからね。あの直射にこう散々浴びてものすごく熱をこう閉じ込めてるので、うんうん、それも相まって非常に熱くてですね、うん、3人とも降りてきた時にお尻を押さえてるっていう、まあ僕からすれば僕おらんかったけど、やる前から分かるやろっていう話やからね。それ、まあテンション上がってる。キャッキャしてましたよ、おじさん3人が。はい、テンション上がってました、ね、かわいいおじちゃんたちやね。そう、でそんな今度話してたらガラッとこう雰囲気が変わってますが、うんうん、ほんまやね、はい、ね、言ってもこれあのさっきのね大通りバイパスから1本裏の道、入ったぐらいもね、隣の道ですからね、うん、あっちゅう間にこう雰囲気が変わって、はい、なんか、もう5分10分も走ったら、うん、あっという間に、そうそう、賑やかなとことこう落ち着いたとこが近いからいいよなと思うよ ね、はい、ここら辺は、ね、こうなんていうんですかね、ちょっと気分転換がしたいっつったら、ね、うん、すぐ気分転換できちゃう。ほんまにそうやね、はい、ですよ、はい、あ、着きましたねこれね、はいはい、はい、こちらは急にちょっとおしゃれなイギリスかなっていうような感じの見た目の、こちらは秋津のガルテン、はい、はい、ご説明をよろしくお願いします、はい、ここはあの上秋津っていうところで、田辺のまあ市街地から少しまああの山間部寄りの中山間地っていうふうなところでありまして、ここもあのご覧のように木造の建物が並んでるんですけども、こちらの建物は元あの小学校土地を活用した、ものになってます。で、まあ、上秋津地域は地域づくりがまあ盛んなところで、ここをまあ拠点にあのまあ、グリーンツーリズムとかそういったことで、あとまあ都市とあの地方との交流というふうな格好で地域づくりをまあこれからも継続的にまあやっていこうというふうな、そんなような施設、拠点となるまあ施設であります。で、食事できるところとか、あとまあ宿泊できるところとか、まあ、最近では、IT オフィスも整備しまして、まあ都市部の企業をこういう地方でもやってもらって、まあ、ゆくゆくはICT を使った農業との連携とか、うんうんうん、そういったところまで、まあ、見込んでいるというふうなところであります。先進的ですよね、サテライトオフィス、ね、はい、ね、最近もまた新しく、まあ、ここの、ね、敷地の、まあ、敷地内になるんですかね、はい、にできたり、まあ、あとまあこの中なんか昔の資料とかで、昔の校舎なんで
なんか映画に出てくるような、ね、廊下だったりっていうのなんで、うんうん、それはそれでなんか見てきたら面白いかなとは思いますので、まあ、もし興味があれば来ていただければと思います。ここもあの出入りはもう自由ですので、はい、ぜひお願いします、はい、あとその、最近また、コワーキングスペースも整備しておりますので、うんうん、まあ、こちらへ来て、まあ、短期的に仕事とかありましたら、うんうん、こういうところも使っていただいたらと思います、うんうんうん、です、はいはい、ではまた次の場所へ行きます。はい、はいはいはい、飽きずのガルテンでした、うん、美味しかった。しょっちゅうここね、まあ、この飽きずのガルテンの中に、なんていうんですか、その辺の地産の食材でね、うん、食べれるお店もそう入ってるんです、まあ、そこしょっちゅうね、玄ちゃん内の時とかはお邪魔するんですけども、結構ね美味しいんですよ、そう。でちなみにこの上飽きずっていうところまでが、移住推進地域外なんですね、実はね、市街地からね、うん、今走ってるところあたりはもうここは移住推進地域に入ってきてると、うん、いうことになります。一気に雰囲気変わってるけど ね山って感じだね、山っていう。で工事もバンバンしております、うん、ね、ちょっとこの前撮影の前というか、まあ、1ヶ月2ヶ月前ぐらいに結構な大雨で、うんうん、ちょっと道がね、はい、崩れて、そう傷んじゃったっていう、まあ、工事でしたが、うんうん、こっからはねもう大体こういう道ですわね、はい、いや、そうやね、山道をこうぐい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 、ただこれ早送りやからあれやけど、普通に走ってたらすごい気持ちいいもんね。そうですね、うん、特に天気がいい時なんかはもう窓を開けて走ってたら、うん、それはそれはもういいドライブでございます、ね、うん、そうやね、そうですよ、それはそれはってなんか面白かったごめん、なんかちょっともうこらえれなかったああそうですよ、もうね交通量もね少ないから、はい、もう決してこれね、猛スピードで本当に突っ走ってるわけではなく、実際はゆっくり走ってるわけですけども、ね、到着、はい、到着しました。こちらは紀州備長炭記念公園でございます。じゃあ平谷さん、ここの説明もお願いいたします。はい、ここは田辺市の市街地から竜神へ行く途中の秋津川っていう地域にありまして、この辺りは紀州備長炭の発祥の地ということで言われてます。でここは道の駅になってるんですけども、紀州備長炭記念公園という中で、紀州備長炭発見館ということで、備長炭の歴史とか、まあ、文化とかそういったものを展示してるこちら、まあ、施設になるのと、あとこの下の方に備長炭の住み窯ですね、5つ市の方で整備をしておりまして、まあ、実際に焼いている方から、研修の受け入れというのもやってまして、まあ、現役の生炭師の方に、まあ、教わりながら備長炭の、まあ、生炭を学ぶこともできるというふうな、まあ、そういう、まあ、市の受け入れ制度もございます、はい、もうね、紀州備長炭しようっていう看板を出しただけで店の売り上げとかちょっとこうランクというか、なんかちょっと高級店じゃないですけど、そうですね、っていうぐらいね、紀州備長炭って高級なブランドですね、ブランドなんですけど、興味があったら見に来てほしいんですけど、作るのめちゃめちゃ大変なんですよね、はい、ウバメガシっていうカシの木を炭の中でもう 何日間もこう蒸して水分を飛ばしてっていう、ものすごい大変なね、まあ、高くなるわなこりゃっていう感じなんですけど、それね、気になったらちょっと見に来ていただいたらいいですよ。でもしあれだったらここ買いましたよね、確か、うん、この売店で販売はしております。なかなかね買える場所もないので、ぜひ買って一回使ってみてください。ものすごい熱量なんで、魚焼いたりとか、うん、肉焼いたりでもやっぱ全然ね美味しくなります。はい、でどうしましょう、ちょっと奥見に行きましょう、行きますか、はい、はいはい、
あの備長炭を作る窯で、ここは研修ができるというかあれですね。研修できるということで、これ全部で5つ窯が並んでます。うん、で、もうずっとここで焼いてる方もいらっしゃいますし、ここで指導生誕師の方に教わりながら、うん、備長炭の生誕も、まあ、最長2年間学ぶ研修制度ともありますので、うん、そこで、まあ、研修で、技術を身につけて独立されてしていくとか、そんな、まあ、制度もございます、ね、炭を作るって皆さん忘れがちですけど、木がもともと手元にあるわけがないので、山に行って木を切ってくることから始まるので、まあ、その辺も全部最初から最後まで一式教えてもらえる研修施設。はい、はい、紀州備長炭記念公園でございました。面白いよね、あと、はい、そう、あそこはね、結構ね、寄ると面白いですよ、皆さん。備長炭ってね、もうすごい密度というかね、炭化してるので、キン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 叩いたら鳴るっていうね、なんか知ってるはずなんやけど、実際にそれを音聞いたら本当にびっくりするぐらい金属音やね、はい、まあ、そもそもね、根本的にその、まあ、お店で備長炭使用とかはね、見ますけど、あんまり一般家庭で備長炭を触るってことはね、あんまないないですからね、うん、僕らもこっち来てからやね。そうですね、うん、こっち来ると変えたりはするので、自家用で使ってたりしますけど、贅沢やけどね。贅沢なんですよ、すごいんですよ、熱量が、うん、熱いね、あれは熱い。なんだけの熱量がね、遠赤外線で出てたら、そりゃあもう中まで一気に火通りますからね。美味しいものがいっぱいできるね。そう、うん、やんない。お魚、お魚、まあ焼き鳥、うん、あれね、焼き芋もいいよ。焼き芋もいいね。なんかね、何でも一緒やろうとかで思うけど、やっぱ違う。そう、違うですね。やっぱ火の通り方なのかね、なのか分かんないですけど、やっぱ備長炭ならではの美味しさっていうのが出てくる、不思議。ほんまにね。にしてもグリグリいくね、これ。グリグリいきますね。これちょっとこう今みなべ町にお邪魔してる感じかな。ちょこっと入る、めり込んでる感じかな、この道路がね。道も綺麗もんね。そうなんですよ、山道とはいえど、道がとても綺麗なので、すごい運転はしやすいですからね。そうですね、はい、本当にこう、ここら辺の山もまた綺麗しね。綺麗なんです、広葉樹が多いですよね、この竜神に向かうところっていうのは、和歌山県結構その針葉樹が、そう、何ですか、植林によって、ね、紀州材でね、植林して木をっていうので、結構その針葉樹がね、植わってるところが多くて、あんまり見ないとこが、紅葉がね、少なかったりはするかもしれんけど、この辺はね、紅葉樹がいっぱい、自然の山っていう感じがしますね。にしてもすごいね。すごいね。よくここにこうやって道を作ったなっていうところに感心してしまう。ほんまに。そう。スーパーマンになったような感じだもんね。なんかね。めっちゃなんか早いね。ジェットコースター。同じこと言った。見入ってしまうね。はい、そう、こういうのに注目してると酔いやすい人は酔ってしまうかもしれないので、ご注意ください。そうですね。そう。まあ、でもこう本当気持ちいいんですよ。やっぱり走ってるとね。某イニシャル D じゃないですけど、あんなスピード感で走ってみたいなって思ってしまうぐらい、こういい道ですよ、ここは。あ、でこれロータリーっていうのはね、なんて言うんでしたっけね、和歌山で、そう、初かなんかですよね。試験的に、そうそうそう、ぐるんと回って、海外とかではね、ね、多いですね。そうそうそう、なんか CM とかで。よく見ますね、海外のやつは、ね、信号のない交差点。そうそう、あそこでも交通量も少ないから、なんかずっとぐるぐる回れそうやけど、まあ怒られるやろけど、まあ、なんか書いて字のごとくローリング族みたいな、ゆっくりローリングする、ね、まあまあ、どこで曲がっていいのかって、ね、どっちに向かってるのか分かんなくなりそうです。分からないなんて、また来た道戻るんじゃん。そうそう、ほんまにね、こっち、もうだいぶだいぶこれ山の上の方にね来
てますが、走ってるね、だいぶ北の方に来てますよ、うん、これは、うんうん、ちらほらね、こうやって龍神に近づいてくるとまた家がポロポロ、ね、そうそう出てくる、うんうん、車もなんかちょっと増え、なんか対向車というか、うんうんね、すれ違うようになりますもんね、うん、そうで、こちらが次の目的地、はい、到着いたしました。重厚な木彫りの看板が見えてるかと思うんですが、こちら田辺市の龍神行政局ということで、はい、ここから龍神っていう、まあ、もうちょっと手前からですかね、はい、っていう地域になりますからね、はいはい、ちょっと龍神のざっくりでもいいので説明をいただいて、はいはい、まず木彫りの看板ですけども、あれ実はチェーンソーアートで、彫った造形でして、龍神にはいろんな、まあ、芸術家アーティストの方いらっしゃるんですけども、チェーンソーを使って彫刻するチェーンソーアートっていう芸術があるんですけども、龍神には、まあ、世界チャンピオンの方がいらっしゃいます。でその方が作った看板ということで、龍神は、まあ、古くから芸術家を受け入れして、まあ、村づくりをしていこうというふうな事業がありまして、まあ、チェーンソーアートの方だったりとか、紙すきの方だったりとか、藍染めの方だったりとか、木工製品の方だったりとか、いろんなジャンルの、芸術家の、相手の方々がいらっしゃいまして、まあ、ジャンルは違えども、まあ、ものづくり芸術家さんということで、まあ、横のつながりを含めながら村づくりを進めているというふうな状況です。見れば見るほどすごいんですけど、これ字も彫ってるんですよね。これはそうですね。ですよね、はい、彫ってます。恐ろしい技術、さすが世界チャンピオンというか、はいはい、でまあまあ、これから、まあ、龍神の地域内をご案内していこうかと思いますので、お楽しみに、はい、はい、では移動します、はいはい、はい、歩いて移動してきました。行政局から歩いて5分ぐらいですかね、はいはい、スーパーふれあいマート足立さんと、こちらは何でしょう。診療所です。まあ、龍神の拠点となる診療所ですね、まあ、地域山間地域ではこういう、まあ、診療所が、まあ、拠点ごとにあります。こっち の、 スーパーの方も龍神でもう一つ大きなスーパーなんですけども、ここでは、まあ、日用品から生鮮食料品ですね、お肉とかお魚まで、そういったものまで取り扱あります。でこのラインはあれですよね、バイクのツーリングがすごく多いの で、 多いです、ね、土日とかは結構バイクバーって止まって、はい、ね、ワイ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 やってたりする、はい、ような地域でもあります、はい、これをまた上流学行きましたら龍神温泉だったりとか、まだそのずっと先には五摩三山スカイタワー、五摩山のスカイタワーとか五摩三山、それから高野山まで、まあ、続いていく道になってます、はいはい、ではまた車に戻って移動します。はい、はいはい、龍神の行政局を出発します、うん、すごいね、行政局ってもともとはねこの龍神村の役場だったんですが、うん、ものすごいゴージャスというかね、うん、立派やね、立派なんですよ彫り物とかもすごいもんね、そう、うん、なんか龍神って感じの、字に負けてない感じのね、荘厳さというかかっこいいよ、はい、武骨さというか、うん、ドスンとした感じの役場ですね、あそこね、うん、まあまあこの辺は、まあ、いわゆる龍神の地域っていう感じになるんですが、まあ、ご覧の通りかなりこう山奥だねっていう、そうだね、ですねっていう感じですよ、ね、うん、
またやっぱねここみたいなね雰囲気にはやっぱりまたこれも良さがあってですね、うん、結構龍神界隈は移住者が実は多いね、そうやっぱ山奥を処方される方もそう自然をねやっぱり満喫するというかね、うん、やっぱ自然に囲まれたいっていう人っていうのは多いのでね、うん、まあ、定住センターとしてもご案内して移住してくれた方とかも結構何組かね、うんうん、いらっしゃるので僕らも結構こちらお邪魔するんですが、ね、うんうん、なんか遠いっちゃ遠いんだけどそこまでなんか超遠いってイメージもないですね。だからねそうやね、うん、みんななんか龍神って言ったらそんなイメージはあるけどね、うん、違うね、はい移動してまいりました、こちらは道の駅、はい、龍遊という場所でございます。はい、でまあまあいろいろあるので矢谷さん、はい、ご説明を、はい、まずこの後ろにあるのが G ワークスというところで龍神は龍神杉が、まあ、昔から有名でしてで特産品ということで、まあ、そういった特産を生かした木工製品を取り扱って、まあ、自社で生産販売しているのとあと龍神にはいろんなその芸術家アーティストさんがいてますのでそういった方々 の作品を展示販売をしております。それからこの道の駅龍遊こうあるんですけども龍神、まあ、最近 の特産品として椎茸の栽培にも力を入れてまして椎茸大きな椎茸を1枚挟んだ椎茸バーガーというのも、まあ、特産で、まあ、人気というふうに聞いております。なんかこんなサイズですよね。肉厚 で こんな分厚い、はい、ハンバーグ、はい、ハンバーガーハンバーガ ー, ハンバ ー, ガー、はい、ものすごいお腹いっぱいになりますもん ね、そうか、はい、大きいです。ぜひ、まあ先ほどちょっとお伝えしましたけどバイクのツーリングのでここもかなりねみんなこう集まって本当にそこで食べていったりするんですけどバイクの人向け的なメニューすらありますもんね。なんか、うんうんうん、椎茸がタイヤみたいな、うんうんうん、そんなのがあったりとかね、うん、それはもうぜひ見に来て食べてもらってで見た目だけじゃなくて本当に美味しいので、はいはい、っていうのとあと先ほど龍神村の行政局にもあったチェーンソーアートも置いてあるんですよね、はいはいはい、これも見れるのでぜひ立ち寄った際には見ていただければと思います。はい、はい、ではでは次へ移動します。はい、はい、道の駅龍遊でした。でもう次の目的地がですね、うん、もうあっという間に着いてしまうのでこれはもう着いちゃう。はい、移動してまいりました。はい、こちらは平谷さん、はい、どういった場所でございましょうか。はい、これ龍神の短期滞在施設ということで、移住希望者が一定期間現地へ住んで、まあ、その地域に住めるかどうか、うん、そういったことを、まあ、お試し的に住んでいただく住宅でして、まあ、最長1年間住むことができます。まあ、1年、ね、住んでいただいて、四季を感じていただいて、なりあとまあその地域の方と顔なじみになって、まあ、明けを紹介してもらいやすいとかそういったものに今活用いただいております。でこれ龍神では建物2つありまして真ん中でまあ世帯用に分かれてまして 一棟で2世帯分ということでここではまあ4世帯が生活できるようになっております。でここの家賃は月1万5500円ということです。あれですね、まあ、移住してくるって、まあ、地域の人とどんだけ絡むかっていうのでねしやすい しにくいっていうのがガラッと変わるので、はい、まあ、こういう施設があるとだいぶ敷居が下がるというか来やすくなるのかなと、はいはい、でまあ、興味ある方はもちろん田辺市の、方ですねご連絡いただければご相談受けていただけますので、はいはい、ぜひご相談ください。はい、はいはい、では次へ行きます。はい、はい、はい、短期滞在施設でした。はい、うん、ここ結構人気あるのね。人気あります。行くと誰かしらやっぱり借りられてますね。そうやね、うん、
ぱ実際にねちょっと長い時間、うん、そうそう過ごしてみることで、ね、朝昼晩ね体験してもらった方が、うんうんまあ、なんか旅行というかね下見感覚で1泊2日とかっていうのとちょっとねこう1ヶ月とか何ヶ月かっていう、うんまあ、いわゆる生活っていうのをするのとではね、うん、だいぶやっぱり違うので、うんはい、もうそれぐらいあれしてたら多分地域の人と仲良くもなってるやろうし ね、 そうそうねやっぱそれが強みですよね、うんはいうん、短期滞在施設っていうものの。そうまたね、いろんな情報もそこで入ってくると思いますので、まあ、この辺は先ほどもあのお伝えしましたけど移住者さんがね結構多いので、うん、移住者さんとのね交流もできるので、うん、そこから輪を広げていただくと、うん、ほんまに理想で僕らもそういうのを利用して今友達のままずっといる人とかも、ねうんうん、やっぱ多いからそうそう、うん、結構友達多いです、うん、この辺の地域はそういうのもいいなと思うけどね。そうですね。うん、まあ、地図をちらっと見たらこうもう田辺市のキワキワ、うん、キワキワを走っております。ちょっと出そうなぐらいやけど、うん、ギリギリやもんね。ギリギリですね。うん、まあ、いる竜神の一番最北端的なところに、うんまあ、次の目的地があるんですが、そうやね。まあ、また面白いとこでございます。着いた。はい。はい、次の場所へ到着いたしました。こちらは平谷さん、はい、なんか不思議な空間ですけれども、はい、そうなんです。ここはあのアトリエ竜神の家お家ということで場所で言えばあの竜神の一番北側で、まあ、日高川町にも近いところなんですけどもここはあのご覧のように、まあ、紀州台で作られた、まあ、ログハウスチックなあの住宅が6軒並んでるんですけどもここが、まあ、市営住宅なんですけどもあの入居できる条件というのがあの芸術家の方専用の住宅ということになっております。まあ、いろんなジャンルの 芸術家の方入っていらっしゃいまして、まあ、ここでしたら今でしたら切り絵の方だったりとか藍染めの方だったりとか食品加工映像制作、まあ、いろんな幅広いジャンルの方が今入居されております。で、まあ、こういった住宅があの竜神の他の地域でもあのいくつかございます。これはあれですかねその合併前に竜神村の時代になんかこう村がやった政策の名残みたいな感じですかね。でまあまあ大概移住者の方が入ってっていう形で、はい、まあその移住の話を聞きに来るっていうのでもまあねあのお店もあるので食べれるパン、うん、パン屋さんっていうかあの移住の話を聞きに来れるっていう場所でもあるので、はいまあ、移住を考えてる方はぜひ一度来てみたらいかがかなと、はいはいはい、思います、はい、というわけで、今日一日田辺市街地から、竜神ということで一日移動してまいりましたが、ここで映像は終了となります、はい、で、で実際まあまあその映像は映像っていうのは何度も言ってるんですけど、でも気温だとかあの環境っていうのがねやっぱり田辺の市街地ともう竜神っていうのは全然違いますし、まあ、もう一個別の地域 その本宮だったり中辺地っていうのともまた環境気候すら違いますもんね、はい、で気温も全然本当3度4度変わっちゃったりぐらい全然環境が違うので、まあ田辺市とはいえど田辺市は一つではくくれないというような感じなので、そこに関してはですねもう本当に来てみてもらってあの先ほどの滞在住宅とかでまあちょっと住んでもらってとかそういうような感じでですねあの、まあ、田辺に移動移住したいっていうような考えをお持ちであればあのその辺をですね活用しながら、来てみてもらってという前の段階の映像なのでこれでちょっと勉強して、はい、興味を持ったら、まあ、平谷さんとか、まあ、移住の相談の方ですねさしていただいてと思います、はい、じゃあ、 最後に、平谷さんからご挨拶だけお願いいたします。はい、今日一日、田辺市から竜神村、ご案内させていただきました。今増山さんお話しあったようにあの、まあ、地域性がまあ全然違うところですので、まあ、映像は映像として、うん、
また映像を見てもうちょっと詳しくここを知りたいとか、うん、あと映像には載ってないとこでこんなとこをもうちょっと知りたいとか、うん、そんなことありましたらまた実際にはやっぱり現地を見ていただくのが一番だと思いますのでまたご連絡いただけましたらと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。和歌山県ふるさと定住センターでした。またお会いいたしましょう。